それが信じられないんです。僕がそんなことするわけないじゃないですか。男性だけにあって女性にはない染色体の名前は Y 染色体。正解。やっぱり U が犯人だ。こないだ授業でやってたから覚えてただけだよ。なんなんだよ一体。あんただってキアの逮捕に命かけてんだろう。命をかけることと命をやすやす奪われる可能性のあることをするのは正反対のことです。何？ふっ、肯定しかされないやつなんてコアなファンだけな証拠。小さい小さい。ユーじゃ嘘のない賛否両論が本物を鍛え上げるんだよ。あ、半分も批判されてるの。死ね死ね死ね。もう半分には評価されてるってことじゃん。自信持てよ。今からたくさん人が死ぬ。ソウタさん、待って。スズメさん、君が鍵をかけろ。頼む、俺にはもうできないんだ。私の名前？いつまでもそっくりさんというわけにもいかんからね。先生の話やと自分の名前を忘れとるそうやけど、じゃったら自分で新しくつけたらどうなの。名前つけていいの？だけど小次郎はモスラさんからの手紙見なかったの？手紙？おいしいイチゴができましたって書いてあったでしょ。うん、見たよ。見たよな。見たよ。読まなかったけど。読まなかったの？なんで読まなかったの、アンギラスくん。だってそれじゃゴジラは手紙読んだのか。読まなかった。だってだって読めなかったんだよ。僕だって読めないんだ。仕方ないだろ。これは日本人は形から入るものだって無理やり美里さんは。不潔よ二人とも。誤解だろ。誤解も誤解もないわ。いらっしゃい。これはどういうことか説明してください。ユウタ、ちょっと来い。カモン。どうしたのパンダ君。超大事な話で心して聞け。お前巨乳派美乳派？今トレイコン。いつもこいつも鱗をくれ鱗をくれ。たくたまったもんじゃない。そこをなんとか。何度言われても答えはノーだ。あの、私も遊びたいけど別のママのとこに帰んなきゃ。別のママは私でしょ。いえ、だから別のママよ。ママ1号の方。こんな悪いこと覚えて。だどもこれでおやつができたの。あ、そうそう、パパが全員集合だって呼んでたんだよ。全員集合。実はね、急に岡山のおじいちゃんが上京してくることになったんだよ。岡山のおじいちゃんが。岡山のおじいちゃんってどんな人だどん。とっても怖い人よ。とにかくおじいちゃんは厳格な人だから気をつけるように。あ、特にグズラ、お前はそそっかしいから気をつけなさい。お願いだから追い出さないで。ここを出ると殺されるの。殺される。誰にだ。誰に。ママ母の女王に。女王。人じゃなし。何女だ。実にけしからん。魔法を使うぞ。バカ、お前なんかに何ができると言うんだ。ごめん、あんなに強いとは思わなかった。お前は僕の言う通りにしてればいいんだよ。ペロ、私やっぱりここに残るわ。そうですよ、及ばずながらペロ様も力になります。アニメ、町を出ないと言うならそれでもよし。蝶々、また一つ頼むぜ。あなんだ、脅かすなよ。バラゴン、どこ行くの？アンギラスのところだよ。パーティーがあるんだよ、ゴジラは。僕だってアンギラスのところ行くよ。だって僕の誕生パーティーなんだよ。あ、そうだったの。誠意を見せてください。さあ、市役所に婚姻届を出しに行きましょう。うちの小杖はねんねですから。そんなたかがキスぐらいで。たかが。そういういい加減な気持ちでキスしたとおっしゃるのか。
顔もベリーキュートだわ。あなた、私のボディーガードにしてあげな。ちょっと勝手なこと言わないでよ。シカトニさん、あなたにはこんなすごいペットはもったいないわ。もういい加減にしてよ。せっかく今日は早く来たっていうのに。ビーコ、あなただったらすごいわね。今度はこんなバカでっかいロボットなんか用意しちゃってさ、遅れてるんじゃないの。エイコ、あなたに私の悔しさがわかるわけないわ。最愛のシークを取られ、その上今度は私の周りにいる人たちまでも。グオ伝統様が許しても、この私が許さないわ。ああいうこと言ってるけど。へえ、シーク全然知らない。知らない。私たちの関係を取り巻く状況を説明したい。涙にくれてるあなたのお父さん。なのに最近何なんですか。話が違うじゃないですか。ちゃんと説明してください。ちょっと待って。分かったから、分かったから。うん、私が何とかする。タキ君、メルトモに会いに行くんだって。いや、メルトモっていうか、そりゃ方便で。ぶっちゃけ出会い系か。ちげえよ。お前最近やけに危なっかしいからな。離れて見ててやるから。俺は小学生か。分かってねえ。お前はここで待ってるの。すぐ戻るから。意地悪さなんかに負けるんじゃないよ。ないやないや。はい、ポケモン救助隊ガンバルズ、いよいよ出動ね。おああ、ご心配なく。私と一ノ瀬さんと明美さんは単なる冗談ですから。私絶対認めないわよ。まあまあ八神さん、一気飲みでもして気分落ち着けて。そうよ、飲もう飲もうね。私がバカなのとミオちゃんがお昼食べれないのは全然関係なくない。全然関係あるよ。何言ってみてよ。バカだから見間違えたんでしょ。喋ったりするから不幸になった。卵なんて最初からいないだろう。いるもん。いない。いる。いない。いないと止まるの。あなたも弱虫で泣き虫だから。何、俺が誰だか分かって言ってるのか。俺様はな。トリケラトプスね。てかお前、なんで呼び捨てにされてんの。え、ひなさんの方が2つ年上だし。ああ、 16?17?18?変わんねえじゃん。変わります。ですよね。ゴジラみたいな乱暴なやつと仲良くしちゃダメだよ。なんだって。ゴジラなんかより僕といる方が楽しいぜ。メカゴジラだって乱暴じゃないか。そんなことないよ。お、ああ、大変だよゴジラ。どうしたの。メカゴジラがアンギラスを捕まえちゃったよ。なんだって。アンギラス大丈夫かしら。だからすぐ行かなきゃならないの。お願い手を離して。行っては泣いちゃうぞ。ボウが泣いたらすぐバーバが来てお前なんか殺しちゃうぞ。こんな手すぐ落ちちゃうぞ。痛い痛い。姫をお迎えに上がる途中、不覚にもクッパの魔法で犬に変えられてしまいました。すると姫の婚約者ってのは。マリオ、ルイージ、ありがとう。あなた方は私たちの恩人、誠の勇者です。マリオ、本当に食べるつもりはないの。最初からそう言ってるだろうが。え、でもオラ卵焼き大好きだな。やっぱり信じられない。イエール。あれ、兄さん。いや、ピエール、お前はいつから泥棒になったんだ。え、お前は俺の上着を盗んだ。私のズボンを盗んだ。さあ来い。兄さん、兄さん、なんかの間違いだ。覚えてろ。本当に腹いっぱい食えるでござるか。とにかくデラックスのやつ頼むぜ。こっちはもう3日も何にも食ってるんだからよ。
食べてました。カオル、なんてこと。お前らには黒魔術の真の恐怖が分かっていないって。ああ、つまんない。なんか面白いことないかな。あれだけ女棚上げにして、便所にいらん、冷蔵庫にロケット入れてるようなもんですがな。なんやそれ。あんたの女房のことですよ。もったいないっちゅうことですがな。おばちゃん、返して、返して。知らなくないもん知ってる人だもん。とにかくダメよ、もう行くんじゃありません。やだね、あたしあさってお姉さんと一緒に水族館に行くんだから。え、何を言うのこの子ったら。バカだね、そんな約束までして。マルコ、行くな、断れ。やだもん、私お姉さん大好きだもん、行くんだ。あなた、この猫飼っちゃいけないかしら。ダメ。お父さんは猫はあんまし好きじゃありません。どうせ飼うなら犬がいい。犬が礼儀正しくて忠実で賢くて、猫なんてダメ。おめでとう。やめてよ兄さん、やめてたら。買い物は全部済ませた、大急ぎで準備だ。だってあの人が何というか分かんないもの。あ、何？なぜだ、なぜ結婚できないんだ。妹のどこが気に食わねえんだ。何もそんなこと言ってないよ。本当だな。本当だよ、愛してるよ。そうか、すま。校長先生、安心してください、悪は僕がやっつけました。何が悪だ、学校のものをこんなに無茶苦茶にしよってからに。お呼びでなかったみたいですね。親が学校の規則を破ってどうするんだ。お前のおかげでえらい迷惑したかぞ。最低じゃお前は。ずいぶん友達思いじゃない。もういいでしょ。もう運がしっかりしろよ。お前のテレポートが頼りなんだぞ。わかった、頑張る。マンガー飛び出しちゃダメだよ、田舎じゃないんだから。わかってるわよ、ついよ、つい。高根の花真っ赤っか、まるでリンゴ。もうクラベーさん。あの時、幸せと悲しみが一緒にやってきて、私は一人きりじゃないんだって思えたの。じゃーん、それ僕からのプレゼント。ありがとうゴジラ。そうだ、花壇のお花にも水あげなくちゃ。早くマッハ号の組み立てを続けないと出場できなくなるわ。でもお父さんはこのまま。バカ、おじさんは私が見る。レースに出場できなくなったらおじさんどんなになるかわからないじゃない。リサ、ママにうるさいって言いなさい。あれ、親父リサと話しちゃっていいの。バート、部屋に行ってろ。いっそバート食べちゃえば。子供に食い物の指図される思いはない。
バーベキューを台無しにした悪魔め。もう限界よ。こんな野蛮な肉食獣と一緒のうちに住めない。私出て行くからね。やってくれてるね。あの協定住んでるんじゃなかった？あんなプールの話を聞いてんじゃねえよ。恐れ、不安、孤独、闇、それからもしかしたら希望。お尻を振って、お散歩して、チク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 。ケチじゃないよ、事実だい。なに？そうじゃないか。最初目指しが6つあって、ヒロシが3つで僕2つ。残った1匹は当然僕の分だね。6つあってお前が3つで俺が2つだよ。嘘だい。なに？いつ俺が嘘をついたよ。そうだ。明日までに私の方が先に大人になっちゃったらどうするか考えといて。え？銀平ちゃん。どちらかというとペンギンはダンディーが売りなんだから、そんなことしなくても。ちゃうちゃう、ペンギンの売りは可愛らしさや。僕今のアイディア結構いけると思うんですけど。うダーディン、ダム、なんでダーディンはいつもいつもそうなんだっちゃ。まあいいや。のぼるくん待って。長峰、長峰はどうだった？期末試験。長峰はバッチリだったよ、期末試験。じゃあ一緒の高校行けるかな。お屋敷のポケモンたちが脅かすのをやめて心配して集まってきたよ。どうした？全部脱ぎなさい。もう、ん？もうこんなの嫌だ。待てー、止まらないと撃つぞー。せーの、スタコラサスタ。追い詰められた九太郎、逃げる道はただ一つ、川に飛び込む他にない。あー、焼き芋だ。知り合いの人からもらったのよ。でも私って焼き芋嫌いでしょ。だからみんなでもらってくれたら